あいやー、本日はフカヒレシューマイということで、サメを捕獲するシーンからご覧くださいあるです。これ、前と同じネタだから見なくていいよ。あの、おっさんが波に飲まれたように見えましたある。そんなことよりおっさんはフカヒレに苦戦してるよ。通常乾燥フカヒレ派30分ほどお湯で戻して使用するあるです。袋の裏に調理法書いてあるですある。バナナを目の前に、バナナはどこだ？っていうおっさんには無駄だよ。具材としてはひき肉に玉ねぎ、さらにホタテの貝柱を入れていくあるです。海産シューマイかー。これは娘ちゃんの反応に期待できるね。これらのカットしたものに片栗粉などの調味料を加えて混ぜていきますある。そして、入れ忘れていた卵を入れて、再びぐちゃぐちゃにしていくよ。確認しない？忘れる。そういおーおー、お嫁さんが激怒した国産フカヒレ投入。無理やり感動してみたけど春雨っぽいね。実際に春雨シューマイもあるあるです。シューマイの皮がなかったから餃子の皮で包んでいくよ。無残な形ですある。これがおっさんクオリティだよ。これはどういうことですある。シューマイはこの動画 BGM 代わりに使われてるらしいから、関係ない映像でも視聴者さんは気づかないよ。たとえそうだとしても一応シューマイの映像にしないといけないあるです。おっさんフラフラだね。形は予想できたので、ここは味で勝負あるです。それじゃ、感想を言うよ。娘ちゃんは完食、美味しかったんだってー。おーおー、それでは、週最初の、ビクトリー。まず最初に冷蔵庫で余っていた半端なキャベツをカット。今でこそ一般的なキャベツですが、急速に広まったのは戦後、1980年代にやっと大根に並ぶ生産量になったそうです。豆知識ありがとう。続いて他の料理動画みたいにおしゃれにガラスのボウルを使いたかったけど、お財布に優しいプラスチックを購入。このボウルにキャベツ投入。おう。カットしたキャベツに塩昆布を混ぜて放置。これを最初に作っておけば。なるほど。他のおかずが出来上がる頃には味が染みてるわけか。その通り。続いて昨日の余りのシチュー。これにジャガイモやチーズを持って焼きます。このように、この動画では余り物などを使った、お財布に優しい料理を推奨しています。まさかバレたのか？フカヒレを嫁さんにバレたのか？それじゃ、お弁当の中身紹介。まあ、もういいか。とりあえずお願いします。右下から焼きビーフシチュー、人参グラッセ、茹でブロッコリー、カットパイン、キャベツの塩昆布和え、上の段、玉ねぎと牛肉の焼肉のタレ炒め、ご飯の上にわさびふりかけ。娘さんの感想に行こうかな。今日はお弁当がいらない日だったみたいで、おっさんが食べました。今日はバレンタインに向けたスイーツを紹介。ところで言うは誰ですか？私はリア充を増やし爆発する使者。よくわからん。今回はお湯を使ったりの面倒はないわよ。初めての手作りをする人向けなんだね。買ってきたフランスパンをカット。今更だけど、今作っているのはチョコラスクです。ラスク大好き。ちなみにラスクはビスケットの一種で、ビスケットには2度焼いたパンって意味があるらしいわ。へぇ、牛乳とチョコを混ぜたものをパンの表と裏につけていく作業。すっごい簡単だ。この動画では、初めての本気のバレンタインや不器用なおっさんを応援しています。チョコがついてないのがあるよ。試しに、ホワイトチョコバージョンも挑戦したみたいね。180度で20分ならしっとりラスク、40分ならサクサクラスクができるわよ。おお、視聴者をがっかりさせる、まともな出来上がりだ。娘さんも美味しいって言ってくれたわ。これは、ビクトリーサンキュー森永。そういえば、なんでリア充を爆発させるの？楽しそうな二人組を見て湧き立つ嫉妬の炎がそうさせるのよ。そうなんだー。二人組って楽しいよねー。そのとでも一人は一人で楽しいよね。まずはガパオライス界で余ってしまったうずらの卵で目玉焼きを作成。小さいしお弁当向きだな。うわ、殻が入ってる。そういうのは心の問題よ。腹
入ってないと思えば入ってないの。現実を見ろよ。芸術的に散りばめられた卵の殻をスプーンで回収、異物混入事件は避けられたのでした。あっさり認めた。次にコメントにいただいた加賀の生麩。久々に国産品シリーズだな。この生麩、石川県名産のジブニに使ってもいいし、今回みたいに焼いて食べるだけでもオッケー。お餅みたいな食べ方だ。お餅と違って生麩はローカロリー、高タンパクな中高品。きっと、ムキムキのマッチョマンたちが生麩を愛用する日も近いわ。そうかな。お弁当の中身を紹介するよ。お願いします。右下から、ソーセージ、うずらの目玉焼き、下にグラタン、冷凍、サンチェに隠れてるのがエビとイカの吉田ソース炒め、加賀生麩、下に味噌カツの味噌、かまぼこ、上の段、明太おにぎり、ピリ辛ごまおにぎり、海苔玉おにぎり。娘さんの感想はもらえたかな？目玉焼きが美味しかったんだって。小さいながらも存在感あったんだな。おはようございます。ここからの時間は爽やかな朝に心地よいメッセージをお送りするなんてことは特にないコーナーだぜ。まず最初のコメント、トヨちゃん推薦受験合格したよ。進路確定したよ。褒めて褒めてよ。くやった。先生も鼻が高いぞ。何か教えたの？反面教師的なものじゃないか。次は薬味当てね。あともう少しで受験なんで薬味にメッセージください。ダッシュちらふんふんふん。なんすか、眠いんで切っていいすか。受験生がやっくんからメッセージが欲しいって。マジすか。愛する視聴者さん、僕がおすすめのリラックス。ああ、ごめん、電池が。次のコメントに行きます。おっさんいろんな料理漫画読んでんなー。おすすめされたものを買って読んでるぜ。漫画情報ありがとうございます。ネクスト、ロンロンって男なのか。ロンロンは男だぜ。チャイナ娘の仕事をしてるだけだぜ。普段はレンジ先輩にもらった趣味の悪い服を着てるわね。それでは最後のコメント、おっさんはいつも健康そうですが、何か秘訣とかあるんですか？なんとかは風邪をひかないっていうぜ。次は、いただいたイラストを紹介させていただきます。本当にありがたや、ありがたやなんだぜ。無地さん、はじめまして、いつも動画楽しく拝見しています。僭越ながら、お動画のキャラクターたちを描かせていただきました。よろしければお納めください無心残者ですが、これからもヒデゴンスさんの作るお弁当と娘さんの感想、楽しみにしてます。なんだか私たちが大変なことになってるわ。後ろに怪しい人もいるな。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。コメント、マイリス、タグ、商品登録、宣伝、ツイート、スレマ、これにも感謝だぜ。応援のおかげでランキングに乗ることができました。ということで、皆さん、いってらっしゃい。だぜ。あのねえ、しばらく目をつぶるとリラックスできるって、やっくん言いたかったみたい。おう、ありがとうだぜ。